おはようございます。おはようございます。まあ、なんかまだ疲れが残ってるというか。あの。<laughs> やっぱりね。ビジネスパートナーをなくすっていうのは非常に恐ろしいことですわ。あ、まだ今日もその話。その話です。<laughs> やっぱり。はい。あの。なくさなかったってことじゃない。ですかなくさなかったってことだけれども。うんうん、あの。なんていうのかな。やっぱりちゃんと。 経営基盤とか、あのビジネスの方法っていうのを。確立しておかないと、非常に危険だなって思いました。あの、まあ、今回助成金をもらい。あの、まあ、大阪市さんから、どの共済ということでね、やっていける。よう、まあ、なってるわけですけども。前にあったんですよね、あの、とある。年で、ミュージカルをやろうつって。二年間かけて、シナリオ、書いたわけですよ。シナリオと歌詞と。あ、はい。で、書いて、もう。 上演、もう作曲家に出して、上演もするってことが決まってたのに。そのテーマを市長に見せに行ったら、市長が。なんだよ、こんなの、こんなもんで、したのに、あそこの、当時の人間が。元気になるわけはねえだろうっつって、すごすごと逃げ帰ってきたわけですね。市長さんが交代してたんですよね。たぶ、うん、交代してない、交代してない。交代してないのに。交代して、だから、話を全然持って行ってないのかの問題だ。うん。 であの行政法をやってると分かると思うんですけどもこういう文化庁がやる業事業に対してあの市長は反抗することだけしかできないんですよ。規則行政行為って言ってあの自由裁量を引かないんですよね、本当は。うん、だからそこで反抗をたってにその内容を変えろとかいうのは本当は言っちゃいけないことなんですよ。あの規則裁量行為っていうのは。なのにもうなんとでも自分は市長なったらできるんだっていう感じで日本初の あの児童養護施設の話を書いたんですだから、まあ、児童養護施設、まあ、有名じゃないですか有名,って有名なとこなんですよで,でその時に市長が抱えてるのが待機事業の問題だ待機児童でそれで議会で追及されたもんだから子のこんなもん,あんつってバーンって蹴ってこっちはその子孫とかみんなに取材してイン,インタビューして資料も調べて書いてるのにもう。 もう一瞬ででなくったんすよ一応本にはしましたけどねでもう行政と組むっていうのはこんな恐ろしいことはないなっていうのをちょっとやっぱり思ったわけですで今回はまたそういうことになるのかよということがちょっと不安だったんでまあちょっとゲロ吐きながら次回のね次回どうなんだよっていうのがね 本当に、来園のこと言ってる場合じゃねえぞっていうような、うん、本当にそういう事態ではありました。まあ、あのー、幸いにもというか、まあ、大阪市の皆さんの良識のおかげで、大阪市はまあ存続することになったわけですけども、まあ、いつ何時こんなことがあってもおかしくないようなおかし、まあ、おかしくないというか、おかしくないことを前提に、しっかりとした体制を作っていかなきゃいけないなと思う、今日この頃であります。 別なことでも設けながら頑張りましょうこのくらいでまた明日から別の話題に行きましょうはい、はい、ありがとうございました。はい